ツデー。ウルツデー。皆さんはこのショート動画をご存知でしょうか？あんたの動画で2番目に再生されてるやつね。そうそう。ご視聴ありがとうございます。その時にいただいたコメントの中に、崖を作ってそこに壁を置いたらいける説はある。3ヶ月前のコメント。ということで現在崖を作成中です。崖作りは面白くもないのでカット。ボストって融通機関のよな。住宅も正面しか無理だし。まあそうか。ということで壁代わりのハテナブロックを並べていきます。ハテナブロックや空中のレンガブロックも檻みたいに風船の動きを誘導できるんだよね。難点があるとしたら飾りにくいところかな。いやこの人が下手なだけです。はい。ずれても押せないのだぜ。ハテナブロックや空中のレンガブロックで風船を誘導するメリットは、通れるということですね。前に中世の街並みとかで壁作ってたけどちょっと不便だったよね。なんで不便だったのか思い出せないけど不便だったうん。あ、ハンマスかけるに空いてるじゃん。ちょっと今手持ちにないから戦闘まで借りに行くわ。何これおもろ。ハンマスなら別に風船通り抜けないんだけどね。気持ち的に。ここかな？ちゃんと目印までつけてるのに。あれ？間違ってね。何のための目印だよ。時間がかかってもミスしても最終出来上がれば問題ない。まああんたしか被害被らないから別にいいけども。よし、ここまで来たら簡単だ。おめでとう。倍速楽しいな。あ、風船誘導だけじゃなくて風船ホイホイを作りたいんだった。右側も何か企んでそうだな。あ、あっちも動画にしないとな。録画できてるんだがまずコメントもらってる方からしようかと思って。よしこれで完璧だ。まあどうせ。あん。夜のハテナブロックって光るから綺麗だよね。やべおもろ。ちょ手持ちカメラだとまた何か不思議な映像なんだが。銀河鉄道999の気分だな。せっかく作ったから試したいことがあるんだ。今日は風子が来てるのか。本当はゆうたろうを待ってたんだけどね。いいね風子わかってるね君は。崖を崩して戻れないようにしよう。いやちょっと風子さん。さすがよくわかってらっしゃる。任せといてください。ありがとうございます。もうネタはいいのであきらいお願いします。そんなこと言って美味しいと思ってるんでしょ？いや思ってないんで早く左へ行ってほしいです。他人は自分の思い通りにはいかないよ。じゃあ仕方ないな。武力行使で。必殺穴掘り。これで行くしかないでしょ。よしよし。仕方ないですね。今度こそ崖を壊し。たいんですけど。なかなか思うようにはならんね。風船ホイホイ動画だよな。別動画にした方が良かったかなこや。やっと壊せたね。風子さんあと少しっす。風子さーん。あ、あの星に宇宙人がいるようないないような。いるかもしれませんね。今度誰か月行くとか聞いたような。2025年以降って書いてた。でちょっと風子さん待ってられないので。短期。うるさいってあれ？登れん。晩作尽きたか？まだまだ。ここから登ってジャンプ？いや、はしご登れないならジャンプも無理では？そりゃそうだわ。こっちだわ。最初からこうすればよかっただけの話。50秒前に戻っただけ。あ、風子さん上行ってほしいっす。グダグダ。じゃ、チャプター設定しとかんとな。そのまま上。あとハンマスなんですけど。はいはい。おめでとうございます。ありがとうございます。崖を崩し、あ、ちょっと戻ってこないでもらえます？なんか頭が賑やかなんですもん。まあまあ頭にはいいじゃないですか。確かにそんな気もしなくはないですね。やっと風子がハテナブロックの下を歩いてるところが撮れる。もっと歩いて。やっと撮れた映像が地味なんすけど。理想と現実は違う。あ、こっちの方が面白いかな。崖と埴輪がちょっと現実感。もっと面白い絵が撮れると思ったんだけどな。綺麗だけどね。風子が歩いてハテナブロック光るのは。そうだ、風子とお散歩しよう。なかなか風子の後ろ姿をしっかり見ることないよな。あ、流れ星。風子が楽したいっていうので押してあげてます。本当かそれは。多分きっと。この辺で飽きたのか風子が無視してハテナブロック取り始めた。
あ、二人で鳴らしてるから音が違うのか。あ、空港終点ですよ。お忘れ物ないようにお降りくださいね。いや、朝の4時59分までおるやろ。足やけどせん。ずるー。楽ちんですね。戻る時も撮ってたので面白そうなとこだけお届け。皆さんと面白さの感覚が一緒だといいねー。フーコ何を見てるの？やべ、さすがにそろそろ本題に入らないと。ということで引っ張ったつもりはないんですが、結果がこちら。はいな。本当はまだこの間に撮影したのあるんだけど、さすがにだれるから。もうだれとる。さあ、3段目に設置した壁を前に風船はどういう動きを見せるのか。風船ホイホイ完成なるか。まあそうよな。そうだよねー。高さなんて関係ないですよ。だ知ってたもん。相手は CPU だから勝てんよ。さようなら。そういえば崖の上からだったら網で風船割れるとか聞いたような。後でやろ。なんかあるの？なんかこれ撮影してたから、せっかくだからお届けしようかと。ここだけ見たらあつ森の動画とはわからんかもな。でもマリオでもこんな映像ないやろうな。薄雲なのがまたいい味出してる。海王様のところへ行く蛇の道みたい。ハテナブロックからの海。テルムリン島はどこだ？それは大の大冒険。カメハウスに島ねえやったっけ？アメンボ島っていうらしいよ。へえ。あ、こちらがハテナブロックの壁効果です。ちゃんとハテナブロックに沿って動いてるね。風船とハテナブロックのコラボ。風船来るの遅い。そんなに急いでどうするねん。コナンの全映画見ようかなとか企んでる。今サブスクで全映画配信やってるもんな。それそれ。いつ見ても面白い。はい、スルー。よし、しばっか。ハテナブロックの分高くなってるから無理なんじゃね。一度は落としてみたい。いけた。へえ、次。ハマったんかい。そのようだ。風船によって動きが違うのか。風とかによっても違うのかねー。なるほど。よくできたゲームだなー。間抜けよ。いや、 1% でもチャンス逃したくないやん。なるほど。まだすんの？なんかこの下埋めたくならない？まあわからんでもないが。早いて。あ、終われなかったか。もう一丁。よっしゃ、なんかこの人まだやってたわ。中古落とすまでやろうかなーって。あら、そう。そんなこともあるんだ。6個、7個、8個目来た。そこでいいの？跳ねて一番右行く予定。予定は予定。虚しい音だ。落とせたからOK。あと2個。左端に行く予定。急降下？え？消えるの知らなかった。雑草に落ちても消えるじゃん。それもそうだな。おい、うさこ、誰か呼んだ？見えん。おい、うさこ、ちょっと待ってね。おい、誰かわかんないけど。よっしゃ、急げ。ダッシュだ、ダッシュ。間に合ったかな？間に合わなかった。気を取り直してラス1。虚しい音だけが鳴り響く。言ってもた。急な夕暮れ。なぜか2時間経ってんな。多分次の風船から来る方向変わるからラストチャンス。オケ、任せとけ。
編集時結果覚えてないしどうなるか。アホなん。ほんとだね。何考えてたんだろうねこの人。ということでおしまいです。